お疲れ様でございます。今回はですね、山本太郎さん、なぜ君は総理大臣になれないのかということで、どこかの映画のタイトルから持ってきたわけですけども、山本太郎さんがね、なぜこのままだと総理大臣になれないのか、そして総理大臣になるためにはどうすればいいのかってことを私なりに考察してみました。やっぱりね、失われた30年を取り戻す、なんかここ安倍総理も同じようなことを言われてたかなっていうところはあるんですけども、是々非々論争でいくと、安倍総理もアメリカから支配されたこの国の体制を憂いていた中で、がんじがらめになっていた部分もあったりね、自分が岸信介の孫であるっていうところ、その血筋もあって一気に大きく変革はできなかったわけですけども、それでもね、消費税に抵抗して財務省にはめられたりとか、その他安倍昭恵さんの問題とかね、かなり板挟みになっていたところはあったんじゃないかなと。最終的にはああいった形で最後を遂げられて非常に無念だったと思います。で、安倍総理は中川翔一さんのこともやっぱり心に深く刻んでると思いますし、麻生さんとの関係もね、戦友として保有として、なぜ安倍総理と麻生さんがね、ああいった対立構造になってしまったのか、自分の政権下に、安倍総理の政権下に麻生財務大臣がいたのにもかかわらず積極財政に踏み切れなかったのか、アベノミクス2本目の矢が打てなかったのかっていうことね、これも大いに疑問が残るところですけども、それも山本太郎さんはきちっと指摘してくださって、かなり筋が通ってるなと。あと一つ、安倍総理がね、消費税の回収分の5分の4を借金返しに使ったよっていう風な発言を国会でしたこと、それを山本太郎さんが何度も取り上げていること、これ実はね、財務省に対する大いなる牽制と、結果的には安倍総理と山本太郎さんが協力してこの国の方向性を変えようとしたってことの、一つの所作なんじゃないかなと私は思っています。はい、話がずれますんでね、元に戻りましょうか。山本太郎さんについては、総理大臣になるために2つの誤解を解かなければならない、もしくは過去の発言に対して何かね、大きく民意が動かなければならないところがあります。まず1つ目、べくれてる発言ですね。これ当時まだ山本太郎さんが政治家として活動する前の話です。そして多くの方が似たようなことを言ってました。特にあるテレビ局では、セシウムさん怪しいお米みたいなね、汚染されたお米みたいな、こんなことを地上波で流してたわけですよ。こんなの山本太郎さん以上の影響力と悪質な嫌がらせというかね、もう永遠に未来永劫このテレビ局がお取り潰しになってもしょうがないぐらいのことをしたわけですよ。でも報道の力っていうのはね、プロパガンダの力ってのは恐ろしいですね。このセシウム酸報道はその後一切メディアが取り上げないんですよ、ね、でも山本太郎さんがポロッと個人的に、まだね、知識情報が不足だった時にべくれてるという発言があったのを切り取って、何回も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 出してくるでしょ。つまり山本太郎さんがこれ以上上り詰めることをなんとか邪魔しようとする勢力がね、本来ならセシウムさんという報道の方を断ずるべきなのに、そうではないべくれてる発言を何回も持ち出してくるわけですよ。これに対して山本太郎さんは、その頃は私は、ね、知識がなく判断力もなくて申し訳なかったと、永遠に謝り続けますっていうことを言われてるのはさすがだなと思います。あとは国民がそのたった一言を取り上げてね、いつまでもこの日本の衰退に蓋をするんではなくって、もうべくれてる発言の責任を取る意味でも、総理になって全部いいようにしてくれよっていうふうに、乗っかることでしょうね。これが山本太郎さんが総理大臣になるための一つの方法です。つまり私たち民意が変わらなくてはいけないってことですよ。それは発言を許せってわけじゃないですよ。でもその発言があったんだから、みそぎを取る意味で生涯をこの日本のために命を捧げてくれっていうふうに、お返しすればいいんじゃないかなと思います。そして2つ目です。移民促進派というふうに山本太郎さん、れいわ新選組、思われてますけども、全くこれ逆です。これこそまさにプロパガンダのなせる技で、情報を操られて山本太郎さん、れいわ新選組が移民を促進してるっていうふうに考えてる人がいるとすると、完全に情報に洗脳されてるわけですよ。山本太郎さんとれいわ新選組は基本的には移民は促進していません。どちらかというと否定的なんですよ。ただし党内でも結論が出ていないというふうに何度も街頭演説などで言われております。で、なぜね、移民促進派というふうなねじ込まれる根拠を握るに至ったかっていうと、
大東亜戦争の時に日本政府によって強制的に連れてこられた中国人、朝鮮人の方がいらっしゃいました。その他の民族の方も労働力として強制的に日本国内に連れてこられて、危険な炭鉱の作業とかその他の重工業作業とかをさせられていたんですよ。強制労働です、ね、で戦争が終わって GHQ がこの日本を統治するときに、当然そういった方の支配も終わって、まあ、いわゆる解放されたわけですよね。でも解放されたんだけども、何ら強制労働に対して保障されたわけではなくて、自分たちの生まれ故郷に入るための、帰るためのね、配慮がされたわけでもなくって、そのまま放置されたわけですよ。で強制連行された方は苦しいながらもこの日本という国でなんとか生きていこうと思って、言葉を覚え、文化風習になれ、そして自分たちをこき使ってきた日本人を許し、この国に2世代目3世代目として生きてるわけなんですよ。でも通常の日本の義務教育を受けて日本の国籍を取り、もしくは国籍を取ってない方もいると思いますけども、とにかく強制的に連れてこられたこの日本という国でなんとか生きているわけなんですよ。当然納税もしています。なのに強制的に連れてこられたのに、お前らは外国人だということで選挙権すら与えられてないということなんですよ。でも自他ともに認める、もう日本人になってしまった人ですよ、ね、ただそういうふうな強制的に連れてこられたという過去があるだけです。これそういった方のせいなんですかね。だからこそ地方議会において、地方の参政権においてはその辺の議論を始めてもいいんじゃないかというふうなスタンスなんですよ。議論を始めてもいいでしょう。その結果強制的に連れてこられたとはいえ、お前らに選挙権をやらないというふうな声が大きければそのように決まり続けることですし、確かに強制的に連れてこられて日本人として名前を与えられて、強制的に言語を覚えさせられて、その上給料も保証もないようなところで暮らされて働かされていたわけでしょ。中には怪我を負って治療を受けられなかった方、死んでしまった方もいると思います。そういった過去の日本の食材も含めて日本人の参政権を与えるっていう方が出てくれば、きっとそういった方々は日本のこのためにね、生きていくこともできるんじゃないかなと、まあ、この辺は当事者の方に聞かなければ分かりませんけども、まあ、とにかくね、もう今強制的に連れてこられた外国人の方も、当時のね中国人、北朝鮮の方も3代目を迎えてもうね10代20代を過ごしてるわけですよ。皆さんの周りにもそれとなくいるかもしれませんよ。それこそご本人さんは生まれながらの日本人であって、自分のおじいちゃんが強制的に連れてこられたなんて知らなかったっていう方が多いと思います。なのになぜか自分は選挙権が与えられてないっていうようなね、いわゆるこれが差別につながったりするんじゃないかなってことで、やっぱりここにね、目をつけた令和新選組山本太郎さんっていうのは、この国に生きる人々を誰一人取りこぼさないっていうところを、やっぱり守ってくださってるんじゃないですか。肝心なのは日本人をじゃないですよ、この国に生きる人々をってことなんですよ。あとは移民をどうするかこうするかっていうのは、その他の問題じゃないかなと思うんですよ。移民されてきて日本に住むことを決められた方を私たちの仲間として迎え入れるかどうかっていうのは、それは国が決めることではなくって、どっかの国政政党が決めることではなくって、私たちがその人に対してどのような愛情を向けるのか、それとも剣やナイフを向けるのかってことにかかってると思います。はい、ということでね、べくれてる発言はもういいんじゃねえかなと私は思うのと、あと移民促進派という誤解っていうのは完全にプロパガンダですから、令和新選組や山本太郎さんは移民をどんどん受け入れましょうなんてことは言ってないってことですよね。今回は以上です。